はいこんばんは、友人ションチャンネルでございます。今日は久しぶりのですね、シノエマー・友人ブックス。久しぶりでもないか。1、えー、週間ぶりです。1、えー、週間ぶりねでございます。題、え、材、ー、はですねあの、下に書いておりますが、もう皆様お待ちかね。一部お待ちかね。えー、っとですねフィンランドの巨匠、私まだ発音できない秋、秋ウりすまき。 カウリスマキ監督の、えーはい、新作、枯レ葉でございますが、それがね、はい、もう、えっ、ー、と、今日,今,日今日から公開日ということで、はい、見てきたばかりの、はい、あの劇地で見てきたばかりの、はいえー、馬場ノ信さんをお迎えし、はいえー、この映画について、はい 1>, えー、1時間。 やち一時間語りたいと思います。はい、皆さんこんばんは。映画評論家の馬場浩司でございます。あ、評論家ですね。の馬場浩司でございます。はい、本日午前10時半の回で、うん、門川シネマズ有楽町というところ、うんで、ここだけが現在この枯葉という作品を 4K、4K という35ミリのフィルムに近い状態で出、うんうん、都圏では上映してくれています。うん 申し訳ございません、地方都市に関しては私、不勉強でわからないのですが、うん、ぜひともこれはですねご覧になっていただきたい、それは当然なんですが、うん、この 4K で上映しているのが、k、うん、川シネマ有楽町だけなんですね、えーとねあのこれ、劇場こ劇場一覧ってどこか出ています劇場一覧は、ですねこのホームページの、うん、シアターのところから飛べるんですけれども、ちょっとね、こここちらあのー、今日から全国ロードショーですね。はい はい、でこういうふうに北海道なんかもあ、1月ですね、北海道で、東北とかこれから回っていくんですけれど、うん、<で>キネマ巡放シアターもやるんだ、でこちら、角川シネマ有楽町、ねはいはい、ここですで、ここは上映回数が3回しかないんですけれども、うん、他の映画館さんの悪口を言うわけではないのですが、4K 上映というですね35ミリに一番近い情報量。うんうん こちらで上映されます本日、私、こちらの10時半の回で見てまいりました。ですから、まあ、足を運べる方は、ぜひこちらまで。そうでない方もね、方形でなくても、私はパソコンでオンライン上、下で見ましたけれども、それでも十分堪能できます。ただまあね、本当のね、細かい部分をまだ楽しみたい方は、ぜひぜひ。あと、ここがいけるかもしれないですね。109して、まず川崎やりますね。 あでもこれ29日からかえ29日か日らですけれども、うん、109シネマズ川崎は、これは確か 4K やれます。ですから、神奈川の方、こちらでもいいと思います。うん、えっ、ー、と、要するに枯葉、でもこれ結構なさ、規模ですよね、これね。まあ、そうでもないですよ。ンンいや、フィンランド東京だけえそれフィンランドの映画としてはなんですが、ああしかし上映回数が少ない場合があるので、うん、まあ、だから皆さん、足を使う。 あと何中部地方はどこだった中部地方ですとこちらが分あとこれはま長野は長野シネマセレクトでやってる来年3月ですですですがお待ちくださいこれスクリーンで見る価値がありますそして愛知が愛知も1月ですねミッドランドスクエアごめんなさい詳しくないです京都シネマやっぱりありますね シネリーブル梅田やりますねンシネマはね 4K がないと思うんですよね。まあ、で,ですからね、あのー、もし、ね、4K にこだわる方,い方は、はい、あの劇場のねあのホームページにその旨が書いてあることもありますので、その辺を調べくださいということで、上映時間は82分という非常にコンパクトにまとまっています。うん、一応スクロールしましょうか。中部、こうですね。うん、で、今、近畿見ました。和歌山でもやります。 東京の映画評論家の一番悪い癖はね、東京都内の映画館を紹介してらみんな、こ足たりと思ってることなんですよ。いや、他の映画館、自分が行けないからなんですよ。いや、だから、の他の地域の方にも香川、愛媛、広島、山口があるようで、高知、あ三3県あります内面ですね、でもまあ、そうなっていくでしょうね。ミニシアター系はそうなるんですよ。12月22日から福岡。あのね、ショーの方がね、ミニシアターがないんですよね。 ええ、みんなあ,のあれになっちゃうんで、ではい、でシネコンでもすっと、ね、入り込む場合があります。うん、宮崎記念館でやるんだ。んはい、こう1月12日で、鹿児島もありますがあ、沖縄やっぱり桜坂ですね。ほぼ,ほぼ全県でやるということですね。ええ、ぜひぜひ、ぜひぜひ,ぜひともこれは映画館での体験をお勧めします。上映時間、あの朝、昼、晩、いつ、どの時間帯かということ問わず、うんうん この作品に関しては映画館体験というのができる方はぜひなさっていただきたい、うんで、映画館で見ることによって、うん、今日私も大きな発見がありましたので、はい、その前に配信で見ていて、これは素晴らしいと思っていたんですが、うん、それ以上にこれは素晴らしいし、うんで、82分の短い作品なんですけれども、うん、実にぎっちりしてます。 話はコンパクトでシンプルなんですけれど、うん、そのシンプルなものをどう見せるか、うん、どう表現するかというところでいくと、うん、とても濃い味わいがありまして、2度、3度見ていくことが、これによって発見ができます。うん、で、このアキカウリスマキという監督は、日本でも、うん、まあ今のおそらく60代から40代ぐらいにかけて、 固定ファンがいる監督なんですで、うん、それらの作品を全く知らないよという人がご覧になってもこれは見事です。素晴らしいであと、事前に予備知識も必要ないです。<の>フィンランドだからいということじゃなくて、いわゆるねいわゆる華やかな世界じゃないという、はいあのー、ちょっとねあのギリギリに生活しているという人。 環境に人たちは世界中にいるともいいますけども、はい、そういう人たちみんなが、あのー、共感できうるしうるというですね、はいあのー、映画でございますので、はい、ま,あまずはあれなんですけどで、ね、あの今回はですね、あのーはい、最初の30分は寝たばりなしでいくということで、はいはい、後半30分ある時点から私あの、はい ガヤババさんがどちらかが合図を出してからがネタバレ全開になりますので、もしネタバレがお嫌な方は、前半の30分だけご覧になって、映画をご覧になってから後半を見ていただくという形もいいかなと思います。ということで、ババさん、この映画の大体概要といいますか、この写真を見れば分かりますけど、要するにこれラブストーリーラブストーーリと言っていいのかな基本はラブストーリーが軸ですね。Boy Meets Girl and Fall in Love ていう映画のよくある 定石を踏まえてますけれども、はい、まあそれがね、あのー、このしかもこれがね、まあ、これ、こういう方はししゃあ,あれかな、これわりとね、美南町に映ってますけど、はい、あの全体としては割と使われただ中年男女の、はいあのー、こういう物語う。中年と言えるかどうかの端域で万、ね、はね、昔で言えば中年なんだけど、<う>今は40、アラフォーってのがね、若いから。うん 年寄りの部類に入るかというのは、ちょっと微妙なので,でまたね、日本人は西洋人の,あの顔の見分け方っていうのはわかりませんが、うん、それをあえて吹きさせるようなメイクをしてるわけでもなんでもないです普通の顔してますよね。その普通な顔にかなりの,あのお芝居がですね、一見無表情、しかし、実は表ちょっとそれ,それは後ででいきましょう。はい、あの大体のストーリーリとしては はいでこちらの女性がですね、スーパーのレジ打ちをやっていますこの人ね、あのトーベっていうねあのー、フィンランド映画だでしたっけね、はい、これがねあのー、去年かな、去年でしたっけ、あの日本でも公開されて、はい、今、ユーネクストで見られます、トーベというのはトーベ・ヤ、はい、ンソンという、あのム,ーのムーミンの原作者です。はい、でムーミンの原作者は女性、この女性が、まあ、どういうね。 人生をたどっていって、ムーミーを作ったかという映画に主演したのはこの女優さん。ちょっと名前が覚えられないんだけど、はい、なんていう方でしたっけ、はいえー、女優さんのお名前がですね、ちょっと待ってくださいね。えーはい、これで、よ非常情報じゃなくて、トレイラー。こちらの方、はい、のキャスト、はい。キャストで、えー、アルマポ・ポウスティさん。 この方がね、むっちゃくちゃいいんですよ。いいですね、本当にね、きれい。今年42歳か、あのね、うん、あのー、スーパーのレジ打ちをやっているような女性なので、うん、いわゆるなんかおしゃれをしたりとか、うん、あのー、お化粧したりとかないんですけど、あのー、なんだろうな、あのね女優さんでたまにいるんですよ。あのね着飾りよりも疲れた、うん、庶民的な。うん あのメイクや衣装の方がよりセクシーになるという、科学でいうとね、チョンド・ヨンさんという女優さんが、まあ、そういう人だと思ってるんですけども、うん、あのそういうタイプの方でカかリスまきファンの皆さんに申し上げますと、うんうん、カウリスマきの映画の女優のミューズっていうのは、カティ・オウティネンという女優さんなんですね。うん で彼女の場合はもとはミュージカル女優だったんですけれど、うん、細身で、細表で、うん、あのどちらかというと、女性としての身体性というものがあまり強く出ない人でした。ところが、今回のアルマポフスティさんはですね、非常に女性的です。あ<で>あのねそ、それとね、色っぽいというさ、キャラクターだと勘違いされて誤解があるんですけども、うん、そうじゃなくて、うんうん、普段彼女はそういうね、いわゆるこ美体というんですかね、そういう芝居もしないし。うん、ないです。 体をくねりさせることもしたい。男に媚びを売るような症状は一切しない。ませんどちらかというと、つっけんどんでとっつきにくい。はい、しかし、もうあのお化粧はしてない、はいあのー。髪の毛もね、このぐらいの長さがちょうどいいわみたいな髪の毛だし、はい、あの着てるものもね、あのー、そんなにおしゃれはしてない。にもかかわらずというところがね。 この映画でおそらく、カウリスマキーの作品で初めてじゃないかと思うんですけれど、うん、男性が女性に対しての性的な目線を投げかけると、彼女が<ー>さっき言いましたけど、スーパーのレジ打ちをしているんですけれども、賞味期限切れの食品を持って帰っていたということが原因で、取得違反ででになるんですねあの今、それ絶対ダメなんですよ、本当に、捨てななきゃいけないけ、はい、日本のコンビニもそうです。はい、はい でそれで実際自分が持って帰って電子レンジにかけたらば、臭くて食えないからって捨てる場面っていうのもあるんです。でも、そういうふうにしないと、カツカツの生活をしているという彼女が、それでまずクビになります。うん、で、その次にですね、インターネットカフェに行く、これちょっと後で詳しいこと言いますけれど、うん、でそれで求人をするっていうと、うんあの、なんだっけ、カリフォルニアバーだっけかな、なんかそういうような感じのバーを見つけて、あロサ ラススベガスかな、うん、でそういう話のところで、ラスベガスっていうかどうかというと、しょぼくれたバーで、うん、あの厨房当社やフロアの仕事、これにつきます。うん、でそこのオーナーが彼女の体を見るときの目線というのが、うん、実に性的なんです。あと、あれ、スーパーの警備員。そう警備員のの見方っていうのも 一見監視してるだけの冷たそうなんですけれども、実はそこの中に痴漢の,の楽しみが入ってるんじゃないかっていう形で、うん、つまりカウリスマキの映画というのは比較的町工場の少女というのは、あれはあの彼女、カティ・オウティネンが貧し、うん、い生活の中で、切れて人を殺しちゃうっていう話なんですけれど、うん、あれ以来の女性が主人公なんですね、今回。うん,うん、うん その意味でも、これまでの趣と違いますし、うん、でこれまでカオリスマキの作品って苦手だったなとかって思ってる人も、役者がちょっとジェネレーションが変わってます。うん、で、監督自身が7年ぶりの新作になるので、これまでの手持ちの役者っていうのはもういないわけですよ。うん、で、それを一から立ち上げるという意味で言うと、実は現舞台は現代です、皆さん。うん、舞台は現代 2022年に撮ってますけど、うん、今年2023年のカンヌ国際映画祭に出てますから、うん、現代を描く、そこに至って新しいキャスティングをしていって、うんで、そして現代の問題というものに取り組むという新たな挑戦をしております。で、そこで言いますと、私、前に12月の1日に、カオリスミアキ特集で、カオリスミアキの作ってた作品というのを、うん 5つの時期に分類させていただいたんです。で、この枯葉は新しいです。下に。F という新しい枯葉というジャンルを作ってます。ですので、これまでのカオリスマキでもういいよって思ってた人もぜひご覧ください。あとね、今の観客に、セットくラると思ったのは、彼女はっと四42歳になる方なんですよね。歳で でまあちょっとネタバレまでいかないんだろうね。あの独身なんですよね。うん、で、スーパーで非正規で働いてる。うん、多分ね、日本の、あのー、就職氷河期で、うん、おそらく40代、50代になった女性で、そで,、ねうん、でそれなりに、見た目もね、うん、それなりの人で、うん、だけど、一人でいるとい。 いう存在自体が昔だったらあんたこんなに可愛いんだからもっと他にさみたいなことがあったんだけどそうじゃない生き方をあえてなのか仕方ないのか選べるというさ選ぶあれは選べる選ばざるを得ないその辺は分からないけれどもある意味で説得力のあるキャラクターだと思いますおそらくそれはフィンランドや日本であれいわゆる先進国と言われている国の 人たちが怒られている経済状況を反映したものであり、うん、これはね、うん、この相手役の人にも言えるんですけれども。はい、であの、もう一つ言っておきますとね、うん、このヒロインの設定で、あのぐこれは偶然ではなくて、こういうことはあるよねっていうのは、うん、彼女は自分の家を持ってるんですよ。うんうん、あだから、持ち家があるんです。で、それはなぜかというと、名付け親からの遺言でもらった家だっていう、<の>そういう設定になってます、ね、いわゆるほら、パラサイトシングルって言われた時代。 言言い方があったのも10年以上前でですよね、はい、日本で言えば、はい、だからあのもちろん設定上はねにちょっと多少変わるけれども、うん、結局親が亡くなった後に自宅で一人で住んでいる、うんうん、あれマンションともいいですから、うんうん、で住んでる女性というものもいると思いますのでそこで下手に結婚してたり子供したいよりは一人の方が気楽でいいわっていうね。うんはい 人もいるでしょうから、その辺はね、はい、このね映画の中では下手に自分のことを説明しないんですよ。しないです。で、彼女の名前はアンサーっていうふうに出てるんですが、ね、この名前がね、いや、いくあの映画の中で一番最後に出てくるの。ああ、一番最後でしたっけそうです。はい、もう一番最後に出てくるんです。ですあのね、これね、あのー、はっきり言っちゃうよ。彼女男,男と女なんですよね。はい。あのー、昔男と女っていうフランス映画ありましたけど。ええ つまりなんだろうある種の匿名性を持ってるっていうのかなつまりあの、ある種普遍的な共感を呼ぶ映画かなと思いますね。そういう意味でね。はい。これはね、すごく見事だったし、あと私、このアルマ・ポーシティさんの、あの、さっき馬場さんがちょっとおっしゃったけども、一見、突っけんどで無表情なんだけど、目が死んでないんですよね。そう。すごいね、目がね、有名。 あの今言っちゃっていいかなあの、で詳しく言いましょうか。うん、あのね、日本の映画でね、一番ね、まあ、やばいと思ってるのは、俳優さんがね、無表情するときって目が死んでるんですよ。うん、ほとんどそうです。うまいと言われてても。というか、日本でうまいと言われてた,たちって、単にさ、うん、活躍がよくて早口で喋れるっていう人が、うん、多いですからね。うんうん、中堅からベトナムで。うん、こういう名称相手出しませんけど、うん、でそういう人たちにね、黙ってそこに立っててって言われて全員、ほぼほぼ目が死にます。うんうん、でも、この映画では、このあん、うん アルマ・ポースティさんも含めて、うん、あのほとんどみんなね、あのいわゆる顔芸はしないのに、うん、目だけはね、生き生きしてるんですよ。すんごいです、これ、アルマ・ポースティの目は。<で>ね、目は、ね、うん、口ほどに物を言うじゃないですけど、うん、この目を見てるだけで、彼女の心理、微妙な心ですよね。うん、つまりそういうさ、それとか顔を、ね、傾けるとかね、うん、その寝るときとかっていうののその仕草とか、そういうものの。 中に出るでもこれは決してミニマリズムではないミニマリズムというのは、ミニマリズムというのは、うん、つまりずっと同じ状況の中で,ずあそのです、ね、細かな変化というものを延々とたど、うん、り続けるというものが多いんですねで。映画の場合、ミニマリズムには二パ,パターンがあって、一、うん、つはごめんなさい、これ映画好きの方向けに、シネフィルム向けに申し上げます、うん、ロベール・ブレッソン。 ブレッソンの名前、この映画でも出てくるんですけれども、でそう大爆笑を扱われ方するんですがで、そのブレッソンはある時期は職業俳優を使わなくなった、うん、で全員素人を使ってで、それによってカットを細かく割っていき、でそれで、まあ、あの比較的固定カメラが多い、うんで、それの展開によって物語を作っていって、大胆な省略もする、うん、これがブレッソンのスタイルです。 で、これもある意味のミニマリズムと言えます。で、あと1 9 8 0年代ぐらいから流行りだしたのが、テオ・アンゲロ・プーロス・タビ芸人の記録。あれの監督の長回しでずっとこう延々とですね、ゆっくりしたカメラの動きの中で、何がどう変化してるかっていうことだけで、3時間以上の映画を作ってしまうと。あの、そういうのに比べると、ごめんなさいね、あのぶった切っちゃいますけど、そういうのに比べると、はい、この映画ね、ちょっとね、後で。 ネタバレの部分でもで多分語ることになると思いますけど、この映画に一番近いスタイルはチャップリンの初期の無映画ですそうなんです。あのチャップリンがエドナ・パービアンスというねあのふっくらした、だけど可わいお相手役さん、このエドナ・パービアンスさんという人は、ちょっと似てる、アルマサンとちょっと雰囲気似てますよね。確かに、あの特にねあの身体ですね、肩から下がそうですから彼女もそんなに表情ある人じゃない。チャップリンはにやりますけど そんなに表情、顔芸やる人ではないんですよ、実,すよ実は。顔芸じゃないんですよ。で、その二人が出会って、その男と女が出会って、その微妙な偶然の重なりの中で、その関係性が発展していくというね。うん、そうで、この監督がチャップリンをう意識しているということは、後のネタバレ部分でちょっとね、まあ言いますけれども、はい、だから、あのー、 本当にね、あのー、映画の原点というものをやってる人、しゃ、うん、べってると、もう30分しかたってるんで、はい、そして、それに対しての男性キャラクター、ユッシュバッタヘン、この人、アクションスターです。あそうなんだ。そうこれはパッと見アンノウン・ソルジャーは日本で公開されてますね、若,あの若き兵士たちっていう、無名戦士たちっていうフィンランドの国民的文学、これの4回目の映画かな、公開されたのが45歳か、まあそうなんでしょうね そうあすごいあのスターなんですね、そう,うスターですよ、<ー>この人は。だから、両方ともね、スターを奪ってきたんです、今回、カオリスマッキーが。あ、待って、その、うん、あのー、あのー、ただ、こ、ね、の UC バッタメンですね。でね、この人ね、私はね、そのアクションスターで、これはね、割とかっこいい写真使ってるけど、うん、こっちの方が雰囲気近いけど、あの,あのね、私ねあ、似てるなと思ったのがね、ジェームスチャートなんですよね。似てます。顔が長くて、うん、額がはげあって,って、ね。若い頃ね。 若い頃のジェームスチャート。そう、フラン・キャブラーが起用し始めてた頃。そうそうそう。あのー、素晴らしきな人生とか、隅々やこに行く。<あ>その頃の、うん、あのー、ジェームスチャートに出るんだけど、この人もね、うん、ほとんどね、うん、顔芸はしません。しない。ただし、この人はね、顔芸はしないんだけど、実は着れやすく。うん、そう。もうね、なんだろうね。 あのー、なんかあったらすぐああの切れて暴れる、ハリウッドだったら絶対暴らさせるような状況の中で、うんうん、切れるって、結果的に暴れたやつと同じ結果をたどるんだけど、うん、ほとんんど暴れません、はい、この人はですね、一番最初は、あれなんかの修理工場なんですよね、重機ですね、重機の修理工場で働いてます。うん、ところが、この人はアルコール中毒で、仕事中にも酒を飲んでると。 こう言うと、ろくでもないやつだって思われるかもしれませんが、実は旧ソ連圏の中のロシアに近いところ、およびフィンランドでは、ある中というのは社会問題です。あのー まあ、一つは寒さ,を寒さ対策っていうのはあるんだけど、はい、まあそれともう一つはやっぱりよ、ねあのね、北欧の方ってさ自殺率が高いって言われるのは、ね、今、e えー、OECD 諸国で一番自殺率高いのはハンガリーでしたっけ、はい、その次は韓国で、その次は日本なんですけど、うん、やっぱね、晴れた日がほとんどない、うん、曇った日が多いと人間ってね陰鬱<と>になってるって。あと、あと白夜があるってことは、日が出ない日があるってことなの そう,そ,うそういうふうにね、火をさをさん食べる人が少ないから、うん、そうなるとどうしてもね、アルコールで気を紛らさないといけないということで、うん、要するに、ろくでもない暴れ物のどうしようもな、ね、いじゃなくて、うん、フィンランドに生活していて、一番人口が多いであろう、義理、うん、の中で生活しているという人の平均増です。うんうん、そうなんですわだと思います。でということですよね、たぶんで彼はものすごく背が高いんですよ。そこへ辺もさ、ジェームスシアートなんだよね。そう で、それで先ほどの,、うん、のこのユシだっこれ、ホラッパって名字なんですけど、このアンサーのアウマーポースティと並ぶと、ですね、うんうん、もう30センチぐらい身長差があるんですね、立ってるとこ見ると。あれは昔の、あ、あのー、なんだっけ、あの、それこそね、ジェームス・スチュアートとジーン・アンサーの、うんあーここに出さないけど、グレミラー物語のね、ははい、はいなんかっていう映画があったりして、うん、要するに古きよきハリウッドですよね。そうですねあああのー、グレゴリーペックと,あとまあはい 誰っていうの要するにさ、あの男の方が背が高くて、うん、ちょっと年上っぽくて、女性の方が小柄でっていうさ、ちなみにジェームス・シャウトとジーン・アンサーはね、あのジーン・アンサーの年上だったりするんですけど、実は。あはい、まあでも、童顔でね、小柄だからっていうことでね。うん、でこの、このユシバタネンのパラダのところで、うん、こちらの方も、あっていうふうに、うん、ある意味、北欧というのは、福祉が行き届いていて、素晴らしい国なんじゃないかっていうふうに思うわけですけれども、うんうん、このアンサーの方がですね、 そのスーパーを辞めるときに言うわけですよ。だからゼロ制度のおかげねっていうことなんで、つまり、北欧でも雇用に関しては抜け道があるということが分かるあ<の><え>逆に言うとね、実はね、スウェーデンモデルというのがね、うん、今、あの私、本作ったことは分,かる分かってるけど、うん、実はね、失業対策は充実してるんです。うん、だけど、それは再就職するために頑張れっていうね、そ,うそれをある程度国が持つっていう話であって。うん であのいわゆるリストラのは日本よりも簡単です。そして彼女がここでもらってる賃金なんていうのは、うん、失業保険もらってるのよりも安いぐらいよって、単価切ってやめるんですよねそう,そうなの。だから、いわゆるあの北欧モデルとかね、うん、なんかね、よく知らないリベラルとかよく言うんだけど、うん そういういいいものででではないですないんですすんよただね<で>あの、失業保険をもらえる、ね、期間っいうのは長いんですよね、日本よ、ねうんまあ、でそして、それなんですけど、うん、その代わりやはり仕事を探すということの義務というのは強いわけで、いわゆる異業種への,その転換というのが、これは褒めたえられてるんですが、実はこのアンサーっていう人は、どうやら看護師さんの資格を持ってるみたいなんですね。なんかそういうね、にお<で>わせるし、あそう。 なんですけれども、結局、そこのところにリストが下っていくということは、うん、医療の方も、ここはリストが入ってるのかしらというかで、そしてこのバーに彼女は勤めます。うん、ところが、そのバーの,あのオーナーというのが、違法薬物の売買に携わっていた。うん、で、逮捕されるわけですよ。で、そして彼女は今日は給料日だったのにって、行ったところに、酒飲みで昼から酒を飲みに来ようと来たほらっぱと、 初めて口あの言葉を交わす。で、そして一緒に映画を見に行く。って、はい、いうふうになる。こういう設定で、で,ね、で、こうほらっぽの方はどうかと言いますと、はい、彼はやはり酒飲んでたということで、クビになります。うん、で、そのクビになった時、彼のお友達でですね、うん、あの結構私たちよりちょっと若いぐらいのおじさんが出てくるんですね。えーそうなの もっと強かと思って、<う>まあいやいや、まあ、い,いやだって。50代はって言ってるじゃん。あそうだっけ、うん、そうそう、セリフのあ。白人ってのはたらすぐ吹き込みますか階階そうで、ね、自称カラオケの名人という人あ待って、ね。ちょっと、ね、あの、ねあのー、私たちの、あのー、欠点はすぐそうやって細かいところに行くとこなんだけど、そのお友達とね、その失業するときに、うん、組合はどうなんだっていうふうに聞かれるんですよ。うん、そうしたら、俺の入ってる組合は金属組合だから関係がないっていう。 あの向こうは産別組合ですからねそう産別組合に入っていて、うん、最初入っていても、結局異業種に入ってしまえば、組合というもののセーフネットはなくなる。まあ要するに、あのちょっとね、あのちょっと細かい話、制度的な話になってきちゃうだちゃうので、うん、一つ言うと、そういうね、あの社会。 これだからね、シャプリーの映画で、モダン・タイムズなんか一応その頂点なんだけど、そうね、社会状況の中で、その制度の不備だったり、抜け穴だったり、そういうものに翻弄される男女というふうに考えてください。そう、だからここまで、フィンランドっていう定点におけるですね、うん、雇用状況とか、個人と社会の関わり、うん、そして雇用というもの、これを細かく描いた作品は初めてです。で、まあ、それはさ、フィンランドの、あの北欧のね、そういう制度とか。 ということに勉強するのはすごい勉強になるんだけども、なりますそれと同時に私たちがチャップリンの映画のね、モダンタイズを見ても楽しめるように、うん、そういう過酷な状況に置かれた男女がたまたま出会うと、はい、その中でどうやって愛を育んでいくか。例えばの場合<今>あの、チャップリンの映画によくあるように、一目惚れというのはありません。うん いやあるんですよ。いや,いや、あるんだけど、チャップリンとさ、モダンタイムズで、どこの時点でチャップリンは彼女に惚れたかっていう、明確なシーンはないんです。うん、で、今、先ほどですね、このアンサーの2回目の就職先のバーで、2人が初めて言葉を交わったと言いましたが、その前に2回やってます。その前、だから、あのー、ここでというポイントを、シャララーンって思ったとおにさ、やるっていう演出をしてないっていう意味です。してない、出してない。で、気がついて で見てる人はき気がついたら、なんで2人付き合ってるのっていう感じになる。うん、これはね、うん、実はねあの、斬新でもなんでもなくて、クラシカルな手法なんですよ、ね。すごい古典的です。あのチャップリンの映画を見てて、さっきほら、あの黄金京時代もそうだし、うん、あの街の日も、独裁者にしても、うんうん、チャップリンがヒロインを好きになる瞬間っていうのが、明確にはないんですよ。ないですね。あのあいや、なくはないんだけど、 まあ、そういういいもんじゃないですか人間ってさ、うん、まあ黄金鏡はね、あの後から自分で弁紙入れちゃった時に、それは分かるようにしちゃったけど、ね、しちゃったけど、あのその辺のね、うん、クラシカルなあ、あのほら、自分が人を好きになる時ってそうだよねっていう。うん、そ,うそうそうそう、それはありますね。その辺のね、あのリアリズムがあるので、あのー、この映画は。 さっきね、馬場さんがおっしゃったね、解説というのは、すごいフィンランドの特殊な事情であったり、うん、この監督の,あの持ち味であったり、これはすごい貴重な情報だと思いますが、うん、ちょっとね、それはね、その辺をね、深めるのはちょっと後でネタバレタイムでからやりましょう。うで,、ね、で私はこれから,い、はい、から言わせると、これは本当にね、はい、古典的なボーイミーツ・ギ s ガールフォーリンライブ。間違いない。間違いない。めちゃくちゃいい映画です。はい。あざとらしい場面は何ともないし、で、主人公二人はもう美男美女です。うん、そう。 だからもうね、これでも、ま、みんなね、キュンキュンすること間違いない。さらに、それをね、飾り立てる大げさな演,演出、大げさな音楽、大げさな演技は一切ありません。うん、だから、知ってる人間に分かる人んで、おおって思うんですよね、うんそう。恋に落ちる瞬間が、ムラビンスキー式のメロディア版のチャイコスキーの悲壮がね、流れるんだよね。<laughs> あのー、実はね、 そういうね、裏技的なか今、今の基準で言います,ですよ。裏技的な基準ではありますけれども、うん、まあ,あの、そういう画でありますので、はい、ぜひぜひね、ク、ね、ラシカルで古典的なあの美男美女、しかもね、ガキンチョじゃなくて、うん、大人の恋のドラマとして、うん、ぜひですね、ご鑑賞いただければなと思いますというと。あとね、もう一つ私が、はい、申し上げたいのは、はい、今、のいわゆる、なんですかね、 男女平等とかなんとかそういう問題もありますし、うん、それとか昔の作品とかが古典的なものっていうのは男尊女卑じゃねえかっていうふうに思ったらば、そんなことはこの映画ないです。じゃなくてさ、チャップリンの映画見たらわかるじゃないですか。うん、あのチャップリンの映画にじゃ男尊女卑だったりしますまあ、初期のはね、同じ、ね、初期はいけどね、うん。あれだけど、じゃなくてこれ、うん、黄金京時代でさ、うん、食事作るのはさ、うん、女性であるとチャップリンでしょそうなんですよね。 あのモダン・タイムズはね、女の子がさ、食事を作るのがさ、夢のシーンね。夢のシーンであったりンねけれども、実際に彼女のために、いろいろしたのいい寝床を使ってあげるのはチャップリンだったりっていうふうに、本当の映画というのは、その時の社会状況でもね、今から見ると分かんないけども、あのやっぱりね、男女がね、ある程度平等というか、対等というか、そうじゃないと、ロマンチックな恋愛はできないという意味でもね、 壁ドンして女の人がこっぺた隠して、女が好きになっちゃったみたいな演出は一切ないところが、この映画のリアリズムなんです。そしてもう一個、今回の副題につけさせていただきました、社会によって自分が変えられないために。これ大事なんで、この二人はですね、この恋を通じて依存関係にならないんです。そそここなのよ でこの恋愛によって自分というものがより明確になっていってでそして自分が自分であるために相手と別れたりあるいは自分が自分であるために重大な決断をしたりそういうことをやっているので人と人が恋をするためというのはこれは子として自分と向き合いでそして 独立した頼らない存在になることによって、初めて恋愛が成立する、うん、そのことを描いているところが素晴らしい。あのそれがね、私もさっきお伺いしてるチャップリンの映画も同じなんですよ。うん、あのチャップリンの映画で男女が依存し合ったり、あるいは女が女性に、だってチャップリンの主人公が不老者だから、女性が依存するわけないでしょ。まあ、間違いああちなみに先に言っちゃいます、うん、これ、少しネタバレですけど、彼は途中から無職になります。 ああのうん、でね、要するに、まあ、むしろいろんな状況にあるんだけれども、うん、細かい部分、物語部分は見ていただくとして、見ていただいて、うん、見とってもらうとして、こちらで言いたいのは、そういうクラシカルな恋愛映画というのは、そ<う>実はその男女があ,のある種の対等性、さっきっこれ、本当にあるバンドなんですけどね、うん、後半の後クライマックスで出てくるのあのさっき言った、そういうなんだろうな、あの 恋愛をすることによって相手に依存したりするんじゃなくて、うん、自分がなんだろう成長的言い方はあれなんだけど、自分を、うん、自分は何なのかということを確認し,していくという、そうその作業が恋愛ですいう、ね、これが素晴らしいの,あの。恋をすることによって自分が明確になっていくということが、あの他の人の意見をほとんど求めないのね。全部自分で決断するの、この二人は。これがねあのうん あのー、そこなんですよそういうね、うん、大人の恋愛大人のに、恋愛というさ大人の人間の生き方みたいなことを教えてくれる映画でもあるとと同時にあの世界によって自分が変えられないためというのはこの映画の監督であるアキカウリスマキ自身の問題でもあります。で、はい、アキカウリスマキという人はずっとこういうふうにしてこう,こうですね。 こんなコメントをつけているんですが無意味で馬鹿げた犯罪である原則、それすべて嫌気はさせてついに人類が未来をもたらすかもしれない、うん、つまり愛を求める心連帯希望、うん、そして他人や自然といったすべてのものと死んだ,、うん、死んだものへの敬意、うん、そんなことを物語として描くことにしました。 実際されるとかないバイオレンス映画って一体どの映画のことを指してんだっていうのはあんまり変わりすぎなきバイオレンス映画作ってないけどなとは思うんですがね、はい、ですでここに「はい、我が家の神様ブレッソンオズ・チャップリン」と書いてありますが、はい、これはシェフの皆さんのためにこの映画の中では映画館というものが重要な要素を持っているんですがその映画館にずっと貼ってあるポスターがあります。 ちょっと待って、それ、それネタバレシーンでやろうよ。いや、これはネタバレするネタバレシーンでやりましょう。<laughs> 分かった。はい。そ,うね、それが何なのか、のね、これもお楽しみに。そうそうで、はい、カウリスマキ自身は、フィルムで映画を撮ることにこだわってます。デジタル版のオリジナルはないです。で、デジタル版のオリジナルを作っていない監督は何名かいます。その中の有名な人というのは、スティーブン・スピルバーグです。スピルバーグはさ、ネットフリックスも反対してもね。 反対です。うん、そう。で、カウリス巻きもずっとフィルムで撮り続けています。うん、で、今回も35ミリがオリジナルです。で、先ほどそこが世界によって変えられない。それで自分は映画作家である。で、これはフィルムで撮るということで、この映画の重要なところっていうのはこの色使いですね。これのこの彼が着ているのはクリーム色なんですけれど。 この本日の実は私の衣装もそれに合わせてこのロゴも黄色になってます。さすが分かってらっしゃる千年部っていうやつなんですが今のフィルムはイーストマン・コダックっていうフィルムなんですが、うん、これが一番発色や特徴があるのが黄色なんです。うんうん、であとは赤がにじまないっていうことがあります。うん、赤がね<で>彼女のシンボルカラーだから。シンボルカラーになってます。にじまない。 白バ白かな、これはね。あの、うん、あの、その、配色の妙をちょっと考えてください。そうなんです。で、これと、あとは、青も使うんですかね、カオリスマキのいわゆるムキゴモ以降の作品というのは、空の使い方にすんごいこだわってたんですね。で、今回もこういった雑然とした街ヘルシンキという、ある意味では血も涙もないような街そういうところにおいて、 空と雲の動き、これが映画の風通しをものすごくよくします。あごめんなさい、ちょっと言っていい。俺俺私,の私の言い方であの解説すると、うんうん、この映画、さっき言ったように、クラシカルな恋愛映画なんだけど、うん、だけど、一見そう見えないんですよ。見ない要するに、ね もう貧しいさ、貧乏くさいところでさ、うん、貧乏さい家に住んでる貧乏な男女が、神経腐敗をしてるだけだなら、みたいなさ、うん、あのー、もう一になんか理屈っぽいさ、低予算のヨーロッパ映画にありがちな、うん、というふうに勘違い、最初みたいに一見見るとそう思いがちなんだけれども、でもと、だけれども、なぜそれは違うかというと、まずは前、うん、さっき言った役者さんの魅力、うん、それを比べるとおりなんだけど、もう一つは、 あのこの配色ね、うん、これ見れば分ありますけどほらあのは真ん中の花の色と、うん、男の方が着ているシャツと女性の方が着ている、うんね、衣装の色、はい、という,うにあにそれからあのか後ろのカーテンの色、はい、すごくねあの色使いに気,気を配ってます。 めっちゃめちゃうれしその色をあの、さっき馬場さんが言ったのは、うん、その色をちゃんと画面に出すためにどうするかという、すごい専門的な話ではあるんだけども、要するにそういうことなんですよ。そう。で、そこで何らかのね、無言の信号を送ってるわけ、シグナルにし<う>てる人に。そう,そう。そうで、しかもさっき言ったように役者さんが、無表情、大体顔芸しない無表情のようでいて、うん、なぜ細かいあの心理が分かるかというと、うん ちゃんと目が芝居してるでその目の芝居をどう活かすか、そ,うん、そのためのカメラワーク、うん、そのための,あのカッティング、編集、はい、つまりね、あのー、本当の意味で何も、一見何もしないようでいて、実はクラシカルな、うん、あの物語を作るためには、むちゃくちゃ細部の工夫が必要だって話なんですよ。そうで,すで、それを何もないようにあざとく見せないのね、うん、ほら、どうだ、こんな風に撮ったぞっていうカットがないんですよ。 でにもでね、あの、なんだっけ、あの、大げさな音楽とか、あの、やたらとね、あの、カッティングをね、チャカチャカやったり、カメラを動かしたりっていうね。うん、日本映画のさ、ダメな点ってさ、話がさ、つまんなくなりそうだとさ、カメラをさ、ゆーっと動かすじゃん、こうやって。あれがぜぜん全然ダメだと思ってるんだけど、うん、そういハリウッド映画も最近からみんな動かしますよね。そうじゃなくて、あのー、そういうほら、細かい、あのー、 見てる人は気づ、うん、無意識のうちに気づくんですよ。うん、無意識のうちにすり込まれるわけ。うん、だから夢中になっちゃう。そう<で>だからね、いい映画って終わった瞬間にもう一回見たいって思うっていう場合があるんですけど、<で>もう一回。もう一回っあこういう腹なんだと気づくっていうね。でそ,うそれはね、あんまり専門的に言っちゃうとあれだけど、あのー、その辺はね、あのー、言葉で表現できなくてもいいわけ。うん あの必ず受けてるしで、うまい映画監督は、必ず受け止めるように演出してますから。 それはさ、巨匠と言われる人たちはみんなそうですよね。チャップリンも端から初めて、クロスアーケからもそうだし、オズもそうだし、あとスピールバーグもそうだしょ。そうじゃないトニー・スコットとかそういう人もいるけどさ、あれは巨匠ではない。マイケル・ベイとかさ、俺、マイケル・ベイやトニー・スコットもある意味ではね、トニー・スコットって死んじゃってんじゃん。リドリー・スコットの方じゃなくて。リドリー・スコットも、いや、リドリー・スコットはまだ別な、俺悪い例で言って、大行な演出自体の映画を。 これはポーーール・トーマス・アンダーソンダソとかねあと山崎隆とかさ、まあいるけど、そ,うそ,うでそれはね否定しないですだれなく。だけど、気づかないうちに巻き込まれてるという映画体験というのが、ね、うん、の快楽というものを味わってほしいし、うん、それを味わいのこのカレー派です。 でその辺のね、あのー、ここからとはね、ちょっとネタバレ全開でやりますからでその前にあの一言申し上げますと、ですから、うん、イーストウッドとかもういいから、だから映画館とかもう行かなくなった、マーベルとかいいし、最近ヨーロッパ映画見に行くと、気違いの人しか出てこないしって思ってる方、新作で久しぶりに映画らしい映画が来ました。うん、しかもお時間も82分とコンパクトです。 そうで、決して損はしません。これだけ自信持っておすすめできる映画って、はい、なかなかないので、はい、ぜひご覧ください。はい、ということで、はいはい、1> 第1部終わり。れ共有を切りますと、第2部に入ります。はい、はい、それ以下、はい、はね、あのびし,しあの,あのネタバレしますので、以下はね、あのはい、映画をご覧になった後とで、はい、どうぞあるいは映画見る気は、最初から見る気しねえよみたいな人だけでご覧ください、はい、はい、ということで。<laughs> あそうそう でさ、あのー、うん、じゃあちょっと、えー、まだ、まだいるかな残ってるかなもうちょっと後にしていいか。うん、あのね、この映画の、うん、あのー、さっき言ったポイントとさっき喋ゃれなかったことの一つが、うん、あのー、映画館が役立て出てくる。そう。映画のポスターが出てくる。そう。それによって実は語ってるっていう部分があって、そ,<う>それはね、私も多少は読み取れたんだけど、お子さんの、う、中、んまあの方が、あのね、すごく読み取れるんです、と思うんですよ。うん、で、この二人が最初にほら出会って、バーで。 で、はい、ほら、最初にデートが映画館じゃん。そう。そこで見に行く映画って、あれ何ですかえっとね、題名がね、あの、ゾンビリビングなんとかっていう、ジム・ジャーム氏のゾンビ映画なんです。あの、ジム・ジャーム氏っていうとね、私たちのスライドで言うと、なんだっけ、パリ・テキサスだっけいや、あの、ストレンジャーズパラダんであのトイス、ね。あれはフェンダーズ。ジム・ジャームシのかごめんなさい。ごめんなさい。ストレンジャーズパラダイス、ダウンバイロー。 要するにあの、ヨーロッパの新曲作映画を見るのがおしゃれだと勘違いされた時代の巨匠の人が、今やさ、ゾンビ映画をやってるわけ。うん、そうしかもさあの、私見てないんだけど、その,その前編はね、うん、映画に出てくるゾンビ映画ってのはさ、<laughs> あのね申し訳ないけど、お前、なんだっけ、あのゾンビ屋の巨匠、うん、ロメロ ジョ,ジ,シジョージ・ロメル100本見てから狙らせてこれみたいなさ、<laughs> つまんないわけよ。うんうん、つまりさ、あのー、結局ほら、ゾンビ映画にはゾンビ映画の文法があるわけ。うん、で、ゾンビ映画にはゾンビ映画に込められた思想もあるわけ、実は。実、うん、はあるわけ。うん、それわかんないやつが、うん、お前、取れないものを取るなよっていうさ。うんうん あのバンダの黒澤にさ、<や>あのもうさ、ナルセ生バレとかやめたらあっかさ、そういうさ、うんうん、あの感じがあったりするようなものを、あえて最初にやってるわけ。で、そしてあなんかね、いかにもシネフィルっぽい人が2人出てきて、でそれで、ね、ブレッソンの田舎主催の日記を思わせる傑作だって言ったら、あもう一人が、いや、ゴダールの離れ離れだっていうふうに言いながら出てくるわけで、ねねれれね。かつての 要するにあのシネフィル的な、うん、要するに知ったかぶりするために映画を見る的な、うん、あ要するに最初の、ね、映画館をやるときの、最初のデートが映画館っていうのはさ、うん、こう考え、もうどう考えてもさ、タクシードライバーのパルディだよね。そうで、しかも、一生懸命映画見てるのはねあの、女性の方なのね。うん、で、男性の方はもう彼女のことが気になってしょうがなくて、気もそぞろなんですよ。 まあその辺はね、タクシードライバーと違うところなんだけど。そう、逆なんだよね。逆なんだけど。そうだここでもタクシードライバーに対する一種返しそう、一種返しがね、結構あるの、この映画え、うん、あの、一種返しというかさ、その辺はね、あまり深掘りしない方がいいと思うんですそう、それは私はあれはこれだって、うん、でそこでずっと映画館に貼ってあるポスターが、うん、ロベル・ブレッソンのラルジャンなんです。それ、のういう映画ですか私をラルジャンというのは、うん まあ一言で言っちゃうと、トルストイの短編の映画化なんですけれども、なんすか。はい。で、それであの男はですね、貧しくなっていって、で、どんどん転落していって、最後はお金のために老婆を殺すっていう映画です。何そのさ、罪と、神経さそうな罪と罰で、<laughs> でもこれは傑作なんですよ、ラルジャンはあ。そうか。あ、<で>ラルジャンがね、ラルジャんがね。<う>はい、映画、ラルジャンは傑作なんです。うん、で、ブレッソンに影響を受けたというカウリスマキが、俺は貧しさのために人を殺さない人々を描くっていうきつい表明なの、あれ。なるほどね。つまりさ、そ,のそれはジム・ジャーム氏がさ、うん、人を殺しまくるゾンビを映画をつ作ったのは、その辺の批評なんですね。うん。なのかもしれない。 で、でもね、それに対して、どうだったって聞かれたらば、閉館、うん、があんなにゾンビを殺せるわけがないわっていうふうに言うんだよね。このさ、女性ならでのリアリズムそう。あの、うん。あと、この行く映画館がさ、またむちゃくちゃさ、貧乏そうん、<laughs> ーーなさ。 でもねヨーロッパによくありがちな映画館の,あの地下に降りていくでしょ、上がってくるでしょ。<ー>だ見るのああいう映画館、パリとかね、ベルリンとか結構あるんですよ。日本にもたまにありますけどね。あ,<の>ありますね。もうね、あのー、年取ったね、看<う>守がね、こだわりのやってるっていうね、うこだわりでやってるみたいなね。そう,そう、で、実はカウリスマキ自分自身がね映画館持ってるんですよ。あ、本当に,にそう、それぐらいのシネフィルなんですよ。それでさ、あのー、もう一つ言うと、その二人がさ、 映画の前で話し合うときにね、その後ろにさ、うん、貼ってるポスターが、うん、デビッド・リーンの合い引きでしょそう。それでよね。うん、デビッド・リーンというと、私前も言ったけど、あのさアラベン・ロレンスとかさ、センジュル・橋とかの対策映画の巨匠をって言うと、それは確かなんだけど、うん、なぜ彼が対策映画の巨匠になれたかというと、うん、日本で大作の対策映画の 巨匠と違って、佐藤淳也とかさ。<laughs> あ、のね、<laughs> 恋愛映画をちゃんと撮る人なんですよ。そうよ。うん、で、それの象徴が相引きという、あれ1947年でしたっけ<う>終戦直後ですよね。そうですね。はいはいえと。トレバー・ハワードとシリア・ジョンソンか、うん、イギリスの,あの名女優の。ノエル・カワードのね、ギフをね。しかも、要するにあの、駅であのもう子供もあ結婚している中年の男女が、駅でたまたま出会って、うん で、相引きといっても、そんなさ、あのー、若田留将棋ってのは不倫をするわけじゃなくて、駅のカフェでさ、お茶を飲むというレベルなんだけれども、あの、それをね、あのーし、まあ、あトリワ・ハード、シリア・ジョンソンはね、えっ、ー、と、なんだっけ、へんえー、とヘンリーに正がった、なんだっけ、えっ、ー、と、ピーター・オートゥールの、冬のライオンか。あ、そうそうそう。出てる女優さん、まあ あのね、バーナード・ショーの、えーとうん、ピグ・マリオンを最初の映画化した時のイライザーを演じた女優さんでもあるんだけど、いわゆる美人じゃない演技派ですよ。うんうん、美人の、ね、演技派。トレバー・ハワードは、まあ、2枚目じゃ2枚目なんだけど、うん、いわゆるセクシー・ムンムンの人ではない。はい、うん。やっぱり演技派。晩年は本当、名優って感じになりましたね。名優人になりましたね。ねあと、どう<で>えっ、ー、と、あれか。あの、えあの、あの我が命尽きると思い出したかな我が命尽きると,思うとかが、 あと、あれ見てなかったあの、第3のとこにも。あ、トレバー・ハウドが出てる。うん、出てましたでしょそういうね、名優二人の、要するに今,日今回の映画と同じような、うん、いわゆるもうアラフォーの、そう。演技をちゃんとできる二人に、<う>あの、大行な演技をさせないで、きちっと大人の演技をさせながら、うん、大人であるが家にいろいろなことを背負っていって、うん、ストレートに突っ走れない男女の演技、うん、を描いた傑作が、 とい,いう映画でそのポスターを後ろに貼ってあるわけ。うん、そうこれ、ね、あそういうことねってわかるわけ。しかもその前にご丁寧にカフェ行ってるからね、二人で。そうそうそう。まあカフェもあれも含めて。そうそうあなるほど。こういうこと。要するにさ、目配せしてるわけですよ。そういう形で。はい、もちろん、もちろん今言ったことは、うん、あのわかる、うん。ああ、なるほどね。映画、私たちの2私みたいな、私レベルでもわかるレベルだし、馬場、うんうん、さんなんかもっとわかるわけ。うん、でもさ、そうじゃない。 人たちも別にそそれがなくても分かるようう全然そうだか本当にいい作品ってのはね、<あ>マニアックな読み方、今のはまあマニアックな読み方かもしれない。うん、で、さっき私が言ったような社会派的な読み方をしていくと、うん、こういう見方もできるっていう、何通りもの、ね、読解ができるものを82分にぎっちり詰めた、うん、そして大事なことは、一貫してこの作品の中では、ロシア・ウクライナ戦争に関する報道が常に流れてくる。ラジオから そうでここラジオポイントです。あれ、やっぱあ,れあなんだっけ、ソフィア・ローレンとさ、うん、えとマ,スマルチィラ・マストリアンが、ムストリンに政権下のイタリアで不倫の声をしちゃうっていうさ。うんうん、あのそれはあれね、特別な一日。 あのそ要するにラジオからムソリーの演説が流れてきて、うん、で、ソフィア・ローレンのさ、どうしようもない旦那がさ、うん、いやー、やっぱりドゥーチャの演説はうっとりするなーとか言ってて、うんうん、ソフィア・ローレンのさ、あーみたいな顔するみたいで。エットレスコラボね。うん、あのー、それもおそらく、うん、あのー、フィンランドって、私もそうですよ、バブさん、ちょっと、うん、あの間違ったら言ってたんで ウクライナと同じような立場にしいるわけ全くその通り実際ロシアから、もうソ連からもう何度も攻め込まれてるしそそそそで、その中で妥協を繰り返してきて、た<う>だしフィンランドの場合には<う>、うん、これ言っちゃっていいのかな、ウクライナと違って安易に EU、うん、アメリカに乗らなかったから生き延びたってう、うん、そうすごい繊細な生き延び方をしてるっていう国であって。 だからその国にとってのロシア・ウクライナ戦争っていうものは、日本人が見てるものとも、あるいはフランス人が見てるものと全然違って、切迫感がある、比率いたものなんであって、いわばこの映画は戦時下の映画なんですよだか,だからこそ逆に、大胆なことはできないわけ。そうあのウクライナなんか、あのウクライナから逃してゃメだなんてさ。うん、あの まあ、まあ、ね、ちょっと、生臭い話になっちゃいますけど、鈴木村さんがね、うんうん、もう多数した方がいいって言ったら、うん、そんなことしたら、それのろに無事の思うわじゃないか、ちょっとかえっとか言っちゃうさ。うん、日本のうん、そうん、佐川のをたますうに言う、バカリベラルのさ。うん、お前ら反省じゃなかったのっていうさ。うん、というさ、なんか、そういうさ、雰囲気、そういう。 あの高揚感のあるものじゃなくて、戦争というものが、しかも実際に戦争起こってなくても、いつ戦場になってもおかしくないとする人たちのリアリズム、そう,そうまあちょっと韓国なんかも近いところあると思うんですよね、日本よりそれは、まあ、あと沖縄とか、あると思うんだけど、あのそういう中でどう生き延びていくかというリアリズムというか、緊張感の中で、このドラマは展開されるっていう。 で、それと同時に、皆さん、あの、これの映画のポイントは、テレビが出てこないことです。テレビが出てこないのに、ちゃんと電話はスマホです。あの、そういう意味で言うと、ファンタジーなんだよね、それはね。だからファンタジーというよりも、うん、丸みを帯びたはね、インテリアが多いの。だから、ラジオもね、丸みがあるでしょ。うんうん、で、それで、 角張ばったものっては都会の都市のね、レンガとかそういうものはあるんだけど、インテリアとして出てくるものは丸みを帯びたものが多いんですよ。うん、だから、その意味でいくと、20世紀的な生活様式っていうものと、でそして彼女は、まあ、貧しさは理由が理由かもしれないけれども、うん、インターネット繋がってない。うん、で、電気止められるんですよ。このところの演出が最高あの、電気代払えなくて、彼女が。 あのね、どの程度さ、それがフィンランドのリアルなのか、うん、で今の、ま、でもね、今ね、スマホは持ってるけど、テレビ持ってない人、うん。多いでしょでもスマホをずっと見てる場面ないんですよ。ニュースはだ今の凡庸な人を撮ったらばその、ニュースっていうものをね、ラジオではなくて、スマホから流れてくるっていう設定にするんです。 あの、それをさ、凡庸って言っていいのかってのは、ちょっと私は、ちょっと流行作りたいのね。うんうん、っていうのはあの、テレビもラジオもないけども、スマホだけを抱えているシングルマザーとか大勢いるから、うん、日本には。もち,もちろん、もちろん。で、そこで、日本のバカがさ、うん、あの、あの、生ポーをもらいながらさ、スマホってまださ、何事かっていうけど、うん、スマホがさ、今、日本においては生命線になってないそう。生命線ですよ。で、実は、あの、今回の枯葉においてもそうなんですけど、うん、実はね。うん、ただし、そこでさ、あの、 ここから先私はちょっとわかんないわけ。多分ね、これね、韓国とか台湾の映画で撮ったらさ、うん、ネットで流れてくるニュースみたいなものをちゃんと描くと思うわけ。うん、そう思いますね。ところが、この映画では割とクラシカルにラジオという、うんうん、ラジオだけじゃないですよね。カラオケにしてもさ、カラオケで日本語でカラオケって言ってるんだけど。ボックスじゃなくて 実はあれ、そう,そうそう。そうで、伴奏ついてるんだよね。<laughs> キーボード。あーまあ、アメリカはなんか、それがね、主流だっていう話も聞きますけど、うん、要するになんだろうね、あの、古い清きヨーロッパ的な、うん、でこれ、これはさ、フィンランドのリアルなのか、うん 監督あえてですね。あえてだと思います。ねそうだからさっき言ったように、すんごいタフな現実、うん、厳しい現実があるわけですよ。うん、その厳しい現実っていうものに、カウリスマキなりの優しさで包み込んであげる。で、そして、一人でも多くの人に口当たりよくする。うんうん、だけれどもお、自分は自分であるから変わることができない。うん、自分にとっての映画というのはこういうものであるっていう、うんうん、その二つが、 絶妙なブレンドを生んでるんで。それのシンボルがラジオなんです。なるほどね。まあ、それ、それは、ご覧になった方が、はい、ぜひぜひ、あのご覧になった後にこれ読んだ方がはん、ええ、見た方が判断していただきたいところですけどね。そう。だから、うん、うあしかも、もう一つ言えるのは、あのラジオから一貫してロシア・ウクライナ戦争が流れてくることによって、うん、これは現代の映画であるという、曲がうことなしで刻印が入るんです。うん、で、 これがなければ、らくもう今現在、先ほど監督のことは共有しましたけれども、うん、ロシア・ウクライナ戦争がなかったらば、この新作は生まれなかった可能性がある。で、その耐え難い現実の中で,で、そしてこういう中だからこそ、一つの生き方を提示してあげる。で、そして観客をエンパワーする。 これがさ、多分、チャップリンのモダンタイムズとか、独裁者でやろうとしたことですよね。うんうん。おそらくは。そう。だから、この二人がギリギリですれ違う、すれ違い方もすごい簡単なんです。アンネが、その、自分の電話番号を渡すわけですよ。この彼に。この電話番号の渡し方がさ、ごめんなさい、すごいダサいの。あれ、今の、そうそうそう。今の東アジアのドラマを見てる人間、管を見てる方ら言ったら、 もうちょっとさっていうさ、渡し、うんうん、方よりね、あれはなくし方の方が大事なんだよね。そういうね、あのアナログな世界。そう。でもそれはひょっとしたらヨーロッパの現実かもしれないですよね。そう、可能性としてはゼロだよ東アジアに来てる私たちは、うん、ひょっとしたら東アジアは本当に高度に発展したネット環境はね、東アジアは確かにいいんですよ。気がする。そうあの。アメリカなんかもいい気がするそ。そう、ヨーロッパよりいいです。 ヨーロッパだからその辺はさ、やっぱり行ってみて、なんでか暮らしてみないと分からない現実はあるんだけど、うん、あただねあ、もうそろそろね、うんあの、もう1時間過ぎたので、うん、そろそろ湿り変わるんですけど、だはい、だアンサーの家にね、まああの、ネット回線が引いてなくて、わざわざインターネットカフェ行くわけですよ。で、そう、そしたらば、1時間 10, あの10ユーロっていうかあ、30分10ユーロって言われて、 高いわねっていうふうに言って、8ユーロしかないんだけどって、財布をはたくわけよ。<laughs> うん。<laughs> いや、特別にコーヒー好きだって言って、で、どうもありがとうって言ったら、もう1分経った。金は時なりだっていう字幕が出て。あのそ、その辺さ、でもね、あれね、家の中でネット環境をやるためにはさ、うん、普通、日本だとね、日本の場合ですよ、やっぱケーブルテレビ行かなきゃいけないから。はい、そうね。 だからそれぞれ w i f i も貼るっていう、だからお得な光、まあいや、あの、特別な会社も出さないけど、うんうん、そういう環境ってヨーロッパにないのと思っちゃったりもしたんだ。意外とね、あのね、ヨーロッパってさ、古い建物が多いから、うん、そう。インフラ整備大変だろうね。 うんだから、あのー、衛星放送だったらば、まあ、アンテナボーンとすればいいだけじゃないですか。あと、日本科学だとさ、木造が多いから、そ、うん、そうそう,そうちょっとはなければエアコンもね、そうそう,そう,そう,う作っちゃうけど、うん、ヨーロッパのがっしりした石造り、レンガ造りだと、うんうん、まあ、かかわれわれが思う以上に、例えばケーブルテレビ弾くためにもっと、うん 妨害のお金を取られるる可能性はなんかあ,りあるかもしれないで、ね、しかもそこでインターネットカフェに入った時きのアンサーがね、すごいスピードでキーボードを打てるから、この人やっぱりスキルある人なんだなっていうのは分かるとかね。本当は。そういう環境に昔はでできる人。で、こっからが大事なところでございまして、うん、でつまりこのアンサーは名字が最後まで分からない。うん、しかもホラッパーは最後までファーストネームが分からない。名字しか分からない。で、この二人が、 であって、一緒に食事をします。それは先ほどあの共有した画面です。<あ>そして、そ,ね、そこで実はホラッパがアルチューだっていうことをアンサーが発見してしまいます。で、うちの父もうちの兄もアルチューで亡くなった。で、私はアルチューは,ューは嫌い。あなたのことは好きだけど。<う>彼女の家に起こった悲劇がね、うん、実はすごい重いものを背負ってる女性だっていうことが。 そう普通ないってお父さんだけがやるから分かるけどさ、うん、お兄さんまでってそれは、じゃあ、よっぽど何かしらの没落があったか。ねうんうん、そう、そうして、それに対してホラッパの方は、俺は殺意されるのは嫌いだって言って、いっぺんこの二人は別れます。つまり、ホラッパってさ、かつてのアルサの彼女のお父さんお兄さんなね、うんね。そう、そう。そ<れ>で、それでホラッパは失業します。 でそしていわゆる日本でいうと昔のキッチン宿そういうところに泊まるようになるんですがここで変わるのはホラッパの方なんですこれがこの映画の素晴らしいところ変わるのは男なんですよ女は強いの変わらなきゃいけない男は変わらなきゃいけない,ない,けないこのメッセージ これをカウリスマキは明確に出したのは初めて。弱者三部作とか、あるいは労働三部作とかっていうふうに出てくるんだけれども、その中でこれだけ男が変わらなきゃいけないっていうメッセージを強く出したのは初めて。ここに感動した、<の>私は。あのね、それ、その男が変わらなきゃっていうメッセージだよね。うん、今の2人のフェミニズム問題、うんううん、センシャルシアのマイノリティ問題なんかで、うんうん おそらくは、あのー、いろんな作り手が発信しているメッセージだろうし、それ、まあそういうことなんですよ、結局さ、うん、あのー、でもね、小ざしい理屈じゃなくて、<も>要はこういうことでしょっていうふうんでとね、放り出した。要するにさ、女の人が男を受け入れるというさ、聖、うん、暴的な、うんうん あありり方のの恋愛ってのはもうありえないって話な,んないでそれどころかホらっぱを突き放した彼女は自分自身がもう工場の中でこう生コンをねくり回すようなそういう労働をずっとやってるわけしかもね一つ言っていいですかこれ、うん、そろそろあれなんだけど、うん、タう彼女が犬を飼ってるわけ飼い始めるんだよねその中で飼、ね、い始めるね要するにさ、うん、あの自立した女子男なんていらないわっていうさうん、うん、あのまあ まあ男もそうなんだけど、うん、やっぱり犬や猫を飼うじゃん。うん、つまり犬や猫を飼うことによる,、うん、る自立。うん、あのーもう、もうめんどくさいさ、うん、男とか女より、子供よりはさ、犬や猫の方がマシなみたいなさ、うぶっちゃけちゃうとね。そう、あんさんをさ、友達が言うじゃない。男なんてみんな芋のよう、しかも肩が壊れてるのよ。<laughs> で、要するにさそ、だから少子化になっちゃうっていうさ、話ではあるんだけど、 てかあのああごめんなさい。余計な発表さの人、私は少子化というのは当然だと思ってます。つまりさ、さ人類における長年の少子化、あの 子供を作るっていうのが、女性の犠牲の上に成り立ったと,と女性がある種の人権を主張すれば、少子、うんはい、化のあたりは当たり前で違うパイシフトを作らなきゃいけないし、それにはおそらく何百年、何千年単位のパイロンシフトをやれるかどうかが人類が続くかどうかと思ってるので、うんうん、安易な少子化対策というものは、うん、私は、まあ、やってもいいけど、無駄だろうなと思ってます。いやいそれは、かおりつまきも分かってるわけなんで、この作品ではファンタジーになってるけど、アル中の人間がね、うん 酒を抜くってのは相当大変なことなんですよ。大変なんですよ。だけど、やんなきゃいけないと。そう。で、まあ、ちょっとさもうもうもう、もうちょっと終わらさなきゃいけないんで、先まで言うと、うんうん、最後のさ、エンディングってさ、うん、犬の生活のエンディングなんだよな、ね。チャップ,、ね、プリンの犬の生活。チャップリンの犬の生活。ドッグスライフの。そう。要するに、あのー、貧しい男女が最後に、うんうん、どういうハッピーエンドムかわりるかいうと、うん、男と女と犬の3人の、うん、 共同生活というしかも、ここでね、うん、実は酒を立ちましたっていうことで、うん、でそれで男子の会員、有料会員だっていうふうに、うん、あの大雑把が言って、うん、でアンサんに電話するんですよ。うん、そしたら、すぐ来てっていうわけで、うん、でそれで家を早く掃除急いで掃除しなきゃって言ってると、なんと路面電車に乗ってて、ほらっぱが意識不明になるという、これもね、ものすごい古典的な話なわけ。うんつまり そうやってさ、あの落語的な男女の,、うん、あのすれ違いのおかしさをやりながら、うん、でも最後はさ、なんだろうな、ね、あのー、男性のち場で言うとさ、男がさ、うん、女の人にも迎えていただくためにはこのぐらい頑張らなきゃだめだよっていうメッセージでもあるしあ、そしてあのラストショットの歩くスピードとなんです、うん、ですつまり、ほらっパは、もう松前座についてるわけよ。うん でそれで「あなた出てきた」って言うとそこで「あなた大丈夫?」って気遣うかと思ったら気遣わないの。で「犬連れてくわね」って言って犬連れてってワンコは早く走ってくからあアンサの歩くスピードっていうのはね犬の,スピードの歩くスピードで彼女は全然ホラッパとのことを気遣ったゆっくりした歩き方をしないわけ。 で、その中で、ホラッパは、ま、ず松原勢を使いながら歩いていく、これからの人生に向けての歩き方を学んでいくっていうのは、あのね、多分あれね、第3のとこのラスト。うん。あの、街路樹の中で、ね、うん、あの、トレバ、えー、あれ、あジョセフ・コットンが、ごめんなさい、ジョセフ・コットンが、アイダバリ,リ,ダバリと、いろいろあって、うん、最後にね、うん、アイダバリは俺に対してやるだろうって言ったらさ、うん、知らんかもしれ取り過ぎていっていうさ。そう 皮肉に満ちた、あの、なんだろうね、あの、女ってのは男の論理の中での、男は思い描くファンタジーの中での女じゃなわけないでしょっていうさ、それを表してすごい、あの、シーンで、あれの、なんだろうね、リブートっていうのかな、あの、石返して私はさっき言ったけどね、で、それでちゃんと出てきたるの、 それまでの目の芝居で、もう、まもう万感にね、見したアンサーが、一瞬やるあのウィンクでもう殺されるね。死んでね男は。あ,<ー>あのウィンクは驚いたごめんあいいわ。いや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 。<laughs> あうん、その辺はね、あの見るか人によって違うと思います。うんうん、私はとにかくね、男りの方が大事っていう女の人にリアリティっていうのはさ、うんうん そりゃそうだなと思うわね。だから、男は女のね、歩くスピードに合わせるってこともあるんだぜっていうところまで、そこまで含めて女性が主人公の映画なの。だから、フェミニズム映画ですよね。結果論ね。でも、香<の>り狭きから見ると、<の>それはフェミニズムではなくてヒューマニズムなんです。あの、いや、ごめんなさい。うん。あの、わかりますよ。ってことは、うん、あのー、つまりさ、チャップリンのさ、モダンタイムズにしろ何にしろさ、男女が一緒に歩いてく、うん、去っていくる。そう。そう。それの 今風の描き方そうつまりモダンタイムのラストでね、あのポーレット・ゴダードと、それからチャップリンが、女の子の方が落ち込んでいて、チャップリンが励まして歩いていくっていうのが、今回は励ましも何にもしないで、ウィンク一発でもって、あと後ろ姿でいくと、女性はもう犬を連れて歩くスピードであって、必死になってもほらっほら、おいでって感じね。そう うん、ほらあの来たっいてそう、あれがいいんだな、ここまでカ香リスまき来たかと思ってね、私は。まあ、香マスキン巻きはともかくとして、うん、あのー、うん、そういうあり方というのは、うん、実はさ、男性の側もね、いま、うん、だにさあの、スーパーなんか見てるとさ、うん、70、80だとさ、うん、80歳おっちゃんがさ、うん、ずかずか早く歩いてさ、その後必死についていくる、はい。 奥ささ、んんってのはさよよ。く見るんですよ、はい、あ,あ、そういえばその話この間別の配信でやりましたな。やりました、やりました。うん、いや、そうじゃないだろうと。うん。そうじゃないよと。うん。そんなことしてるからさ、お前さ、捨てられるんだよみたいなさ。そう だから、ものすごくね、古典的なボーイズ・ミーツ・ガールの中に、もう、アップトゥー・データ、21世紀以降、みんなこうやって生きていこうよっていうね、エンパワーメントに満ち溢れてる映画なで、実はさ、チャップリンとかさ、してもさ、うん、フランキャプランにしても、うんそれやってたんだよね、うん、<は>やってた。あと、黒澤明。うん。初期から中期黒澤明の、あのー、我が青春に食いなしとかさ、あのー、や まあ途中から三船敏郎というね、あの、うん、男の中の男が出ちゃったから、ちょっと女性の声割違っちゃったけど、あの黒ケ明も本来はフェミニ、うん、ズムと言っちゃったんだけど、あれだもんね、あのハラセスコというヒロインでさ、なんとか頑張りたかったって人だからね、あの、自立した女を描きたかったっていう,うん、うん、人だから、うんうん、あの、やっぱり巨匠と言われる人って、うん、クラシカルな話を、クラシカルな、うん、あの形式に当てはめるっていうのは、実は一番その場では安直なんですよ。うん 今度の、あ、これ、脱線していい。今度のゴジラってのはそうやなったね。うん、あはい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 。もう、男がさ、戦争に負けた男が、ねうん、アメリカに負けた男たちが、ゴジラと戦うことによってさ、うん、よみ、よみがえるみたいなさ、うん、うわーみたいな映画で、出てくるのはさ、女の人ってさ、その、うん、あの、ハーミーダムやってる奥さんだけ、うん、あらま。女性がほとんど出てこないらしいですよ。あらま。 それをさ、感動してるとかさ、アメ,リカそれはアメリカで受けるよね、そういう方がね。うん、アメリカ人も,うもう今、トランプを崇拝者で満ち溢れてるアメリカで受けてさ、うんうん、それをさ、ラサール・イシーさんがさ、日本のそこしがらーっと喜んじゃうっていうのはいかに集約かっていう図式がわかるでしょまあ、QR のんだですね、うんいや。そうですよ。うん、あの、リベラルだってさ、ダンソン・リベラルが多いってのはさ、多いね。でもね。カドカーのあれに言でもさ、わかったけどね、うんうん。だからそれに対するね、うん、もうカウンターなんですよ、カオリスマきの。 そういいいう意味ででもねね本当に見てほしいです、ね、いろんな人にね、うん、これはものすごい商品で心温まることは間違いないんだけれども、うん、実は香妻樹自身がそのサッカー生活っていう意味でもね、うん、彼も60を超えてやっぱりこうだよねっていうふうにぐっと舵を切ったところが、うん、まあこの間私が分類させていただいたその香妻樹のこれまでの5期 A, A から B までの後に F っていう新しい枯れ葉っていうのができたと。うん で、私も今年見た作品の中では1人を争うこの作品は感動を覚えました。うん。あのー、新作で見られてよかったし、で、恵まれたことに 4K の映画館に通えるところに自分が住んでいたので、35ミリ近い 4K で見られてよかったなっていうふうに。だからさ、うん、ううあのー、ちょっと一つ言いたいのは、うん、さっきね、あの、自分をアップデートするっていうことの大切さっておばあさんおっしゃるじゃないですか、うん。そう。そ,うそれは私ね、あの、やっぱ、 あのさ、やっぱりさ、あのね、ごめん、あのー、見てもない映画をさ、悪口言っちゃうけど、うん、ゴジラとか仮面ライダーとかにさ、ジジイたちがさ、集まってさ、うん、ヒットしましたっていう現象っていうのがさ、俺、嫌なんですよ。うん、しかもさ、あのー、見てないけど、中身だけ見たらさ、うん、昔の私が子供も的に見たやつをもう一回やってとかさ、あの、戦争で負けたって、自信を失った日本人が、うん しかも終戦直後のくせにさ、GHQ が一切出てこないっていうさ、あらわ。あれ好きでとあの、ゴジラを倒して万歳みたいなさ、もうさ、そういうさ、昔をね、懐かしいんで、昔、うん、あの自分があのダメだった頃をもう一回やり直して、うんあの、自己満足するっていう子じゃなくて、うん、あの今の時代、今の時代っていうのかな、うん、今の時代に合わせなきゃいけないんですよって言って、 いやらしいのよ。それ、言い方自体、いやらしいと思うわけ。うん、昔は間違ってたんだから、楽しむと行きましょうというふうにしなきゃいけないわけ。うんうん、そう。今はこれ、あのね、最悪の方が多いのよ。今はそんな考え通用しないからって。ね、今じゃねえ。昔だって通用し,本当はしなかったんだよ。そう。お前らがさ、あの、パワハラせっからやってる上でさ、はい。あの、やってたわけじゃないかみたいなね。その通り。あの、テレ朝の手玉が通ってそういう言い方いっぱいするわけ。うん。 あいつもね、あの、部下から言うとね、すごいパワハラ野郎でらしま前、あ、ごめんなさい。<laughs> なんか映画と違う <laughs> 映画と違っちゃったんだけど、うん、まあそういうやつ多いわけよ。あの、うん、いわゆる左翼とかリベラーと言われて。うん、そうじゃなくて、あの、より良い社会になるためにどこまで自分をアップデートできるか、うん、自分を変えていくけるかってことが大事なんだと思うわけですよ。うんうん、そ,うそうそうそう。その辺をね、お説教くさくなく描いたっていう意味ではね、うんうん あのこのカレー派はね、まあ、おそらく今年公開された映画の中での、まあナンバーワンかどうかはね、人によって違うと思いますけども、まあ、一には争うってやつし、そういう馬場さんはそうだし、重要な立場をやるし、でもね、それはね、馬場さんの嫌いなネットフリックスでやってる韓流ドラマでも、本当にいい作品っていうのは、アップデートされた価値観にどうやれば、あのに合わせることによって、どうやって自分は幸せになれるかっていうさ。 そこでアップデートされた価値観についていけなくて、うんうん、人間の方が。圧倒的に多い。圧倒的に多いんだけど、それじゃダメだよっていうふうに、だってアップデートした方がさ、うん、みんなが幸せになれるじゃんっていう。そうそう。で、みんなにね、うん、あのやっぱり勇気あげたいじゃんっていう。うん、それで言うとさ、俺、そのさっきだね、ゴジラマイナスワンのさ、うん 女性が男に尽くす女性しかほとんど出てこないとかさ。シン・ゴジラとかシン・カメラでシリーズのさ、長澤まさみに対する世界的な演出を見てるとさ。もうアップデートされてねえな、日本のお,おじいさんたちはと思っちゃうけど。そうなんだよね。だから今回もね、先ほどお話した通り、うん、今まで使っては役者がそれなりのポジションを得たりとか、受け、うん、ちゃったから、でも現代描くんだから、若い役者使わなきゃっていう。 そこによって表現というのも昔のカオリスマき映画に比べるとちょっと変わってるんですよ、うん、演出があのそれはさカオリマキ自身が、うん、自分をアップデートしなきゃと思ってるわでしょそうつまりあの私もやっぱさんも、えー、と来年60、えー、年か年越えたら6十来年そう来年そうでもね最近ね私ね自分は年取ってるっていう感覚ってないのよお<ー>会社員だった時代の方がさ自分は年取ってる感覚あったわけ つまり、馬場さんもそうだと思うけど、一人で、基本的に一人でね、生きていこうと思ったらさ、自分はアップデートしないと生きていけないじゃん。生きていけない。組織にではさ、アップデートしない方が良かったりするわけ、実は。実は。あのさ、これからはパワハラとしてからじゃいけないらしいな、ガッハハと言っちゃう部長がいるような会社では絶対だめなけゃ、絶対そいつはやるから。だけど、そうじゃなくて、一人で生きている中で生き延びるために、どう うん、自分を変えていくかっていうさ。そう。あ、でも自分を変えアップデートすることと、社会に自分を変えられるってことは全然別なんですか、うん、全然違うの。そう、それを言いたいのね。つまり、この作品はあくまで社会に自分を変えられないためにするためには、自分も常に良き方向に向けて変わっていく努力をしなければいけない。それは普通です。<う>要するにさ、社会に合わせて、うん、社会のその場のその場の流行の風潮に合わせて自分を変えていく。 自分を変えてくっての方が実際楽なんですよ楽ですそういう人の方が多いですはっきり言って、うん、あの昨日までさ平和を喋、うん、った人が、うん、あの時代からとさ、うん、アメリカと戦えたんっていう例はいっぱいあります、うん、だから私は今の反戦リベラルを信用してないってのはそういうことです、うん、だからね映画に関してもよねこういう形で自分と同時代を歩んでいてその自分ジャーム氏に対する痛烈な皮肉というものをぶつけるという形で俺は変わるよ 悪いな、ジムっていう形で示しているわけですよ。故に、うん、いろんな映画に関してこ、枯葉に関しての配信があるかもしれませんが、うん、やっぱりカウリスマキかは変わらないなって言ってるやつは信用してはいけません。うん、変わりました。ああのー、それはすみませ、あ、ん。深い話だけど、<laughs> まあでもね、そういうことですよ、はっきり言って。うんあのー、いい監督は変わりません。しかし、<う>スタイルは変えます。そ<う>中身は変えます。うん 俺、やっぱり最近さ、黒沢の晩年の映画見ててさ、やっぱさい、ここまで自分を変えられてるっていう人っていないなと思ったわけ。うん、変えたね。8月のラプソディってさ、あのセリフがさ、今の子供のセリフじゃねえよ、それってさ、<laughs> あんたが若い頃のさ、少年少数で言ったようなセリフだよと思うとあるんだけど、やっぱりさ、うん、それにさ合わせようと努力はしてるわけじゃん。そう。だからそれを言うと、<れ>チャップリンはライムライトで終わってないってこと ニューヨークの王様という隠れた傑作がある。あれはね、映画、さっき言ったさ、ほら、あの馬場さんが言ったねあの、うん映、テレビは出てこないっていうね。うん、だからニューヨークの王様がテレビというものをさ、うんそ、ここまで皮肉った。しかも映画も皮肉ってるんだよね。実はね。<laughs> そう。で、そなうん、あの、まあ、そういう意味でね、あのー、チャップリンも、うん たださ、ニューグの王様が決と言われてるとさ,あのさ、冒頭のさ、革命シーンなんてさ、うわー古くせえとか思っちゃうんだ革命は民主が起こす違う違う違う,違うみたいなさ。いやだってさ、あの民主が起こすとかそうかもあるけど、あの、キャチさってのは小国っぽいじゃん。いや、じゃなくて、小国だからこそさ、うん、武器持たない民主が棒持ってさ、革命起こすなんてありえないから。うん、うんうんうん、だそこのところが代わりにさ、ラジオみたいなもんなんだよそう,うまあ、あのね、そういう古典的クラシカルなんだけど、あの家たちに、 っのあのまあ、ライブライブも実はさ、解雇のようで見えて、要するに自分はこうどう生きるかっていうさ、決意なんだよね。そういう意味であの、やっぱさ、偉大なかん、偉大な、偉大なというつあれだけど、うん、やっぱねあ、偉大なというよりね、人生をさ、老後どう楽しめか,かるかというと、うん、自分を変えていくことを恐れない。うん、そうね。自然なふうに恐れないあの。無理して合わせるというのはいやらしいからそ。そう、合わせようとしちゃだめよ。うん 合わせるんじゃなくてかあの、変えられるところを変えていくっていうことだと思うんだでその変わるためには共有が必要だっていうね、実はそうあまあ、で、変わりすまきはそれを映画的な共用というものと、<は>それから社会的な知性によって、これだけ新しいものができたし、で、本当にこれまでのどの変わりすまき映画とも似ていない、そして今見る意義がある、今映画館で見る意義があるし、うん、で来年以降、配信になってもこれはきっと生きる。 そういう作品を作ってくれたことに、本当に秋香織さんだありがとうという気持ちを、はい、ということでね、はい、今日はね、あの本当に1時間で忘るつもりが1時間半になっちゃいました。82分は超えてないよね。じ映画の上映時間超えてる。超えてる、超えてる。ああ、まずい。超、うん、えてる、超えてる。ということで、あであの映画はこの配信は短いので、はい、でもね,、はい、あのね、本当に言いたいことは、ね、ちょっとね、言えたと思います。はい。ので、ぜひぜひ。はい あのこのあんね、ぜひぜひあのご覧ください。はい、さっきも出ましたけれども、結構全国でね、はい、のでこのフィンランドの映画をさ、今の時代にこれだけやれるってことはさ、うん、それだけ素晴らしい監督だから、やりたいというところがあるし、それなりに、はいあのー、この監督の作品なら見たいという人たちがそれなりにいるということなので、でぜひぜひ、はい、あのご覧くださいい広げてたただきたい。 ぜひとも皆さん広げていただきたいと思います。ということで、今回の配信は。来月は、香港映画やれます。ああ、えああ、そうか、香港映画ごめんなさい。来月は香港映画です。ということで、来月それやりますので、このシリーズは今年最後かなそうですね、新作は最後ですよね。新作としては最後になるかもしれないので、ぜひぜひね、お楽しみにということで。 はい。カレーフよろしくということで。カレーフ、えー、終わりたいと思います。いますどうも、皆さん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。いますはい。あと、いいねもよろしくお願いします。